はいどうもライクと申します。まあ、今回なんですがね、まあ、今ねランク戦をね、まあ、ちょこちょこやりまして、まあ、打率6割4分9厘となっていて、まあ、ちょっと自分的にはね、まあ、カーソルの影響もあってねちょっと不調かなって思ってるんですが、なんか打率全国9位になってました。はい、はい、というわけで今回はねもう打率9位っていうね、まあ、一応ね順位だけで見れば、まあ、いい感じの状態と言えるかもしれないんで、まあ、このね打率9位の力でねランク戦をね、まあ、無双していきたいと思っております。はい、というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでやっていきましょう。今回は高校でしたね。まずはしっかり抑えていきたいところ。いやー本当ね、まあ、カーソルがね治ったかどうかみたいなところねちょっと言われてると思うんですけど、結局ね、まあ、自分はね、まだ治ってないと思います。まあ、なんでかっていうと、まあ、そもそもね、まあ、6割4分9厘って、まあ、6割5分くらいで、まあ、打率ランキング1桁に入ってる時点で、まあ、ちょっとね、今までとはおかしいなって感じで、まあ、もともとはね、まあ、ね、打率ランキング、トップ20くらいか、もう名前が出るくらいのトップ20は、多分打率7割2分くらいなきゃ乗らなかったんですよ、去年までは。うわ、打たれるか。今回からもう普通に7割が今のところ確か1人かそんくらいしかいなくて、もう明らかにねもうね打率がみんな下がってるんですよ。やっぱりねそのカーソルのねバグっていうかね、まあ、特に iPad 勢のそのペンが影響を受けてるんじゃないかって言われてますね。だからね振ってから離れるまでがちょっとラグがあるんじゃないか。あ、これ今詰まって打たれたけど、まあ、そんな感じでね、まあ、打率6割5分でも、まあ、前後9位になるっていう感じですね。ゲッツ。まあまあまあ。まあ2点か。まあまあなんとかなるか。よし、こっからね、もう打率9位のね、見せどころでございますよ。まあただね、そのカーソルが詰まる環境はね、まだね、自分的にね、克服できてないんで、うん。ここはね、そのできるだけツーシームを狙うのか、もしくは他を狙うのかっていうね、狙い球をね、絞っていきたいなと思います。まあ初球はね、じゃあツーシームしっかり待っていこうか。甘いよ。よーし、オッケー。とりあえず1点取っていく。よーし、あと1点、あと1点。いい、いい。マジで初球で追いつく、あ、初球追いつく、追いついてないか。点取れるとね、まあ、メンタル違うからね。うん、まっすぐか。やっぱこういうね、まっすぐがね、不用意に手を出しづらくなったよね。詰まるかもしんないと思うから。あ、ボールか。うわ、ナイスボールすぎるわ、それは。あ、ボール、うわ、えぐ。ワンスリーからボール投げるの？いや、待って、マジでやばい。ちょ、その配球はなぁ。いや、今のはちょっとマジでやっちまったわ。くっそー、絶対ストライク勝負すると思った。うわぁ、これ超えないかも。うわ、やってるわ。待って、待って、待って。動画の趣旨と近くないか？ちょっと待ってくれよ。やばい、やっちまった。うわ、やってるわ。待って、ちょ、頼む、マジで。負けたくねえ。あぁ、待って、やば。マジで負ける。あ、やばい、落ちる、落ちる、落ちる。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。マジで危ない。うわ、これ、ツーアウトがね。うわ、村上頼むぞ。待って、待って、ちょっと、こういう動画にしたいわけじゃなかったんやけどな。ちょ、マジで、ちょ、集中。ああ！いや、マジで最悪すぎるわ、もう。もう、これ、どうしようかな、これ。カットしようかな、このさっきの試合。いや、マジかよ。ちょっと待って、気を取り直して頑張るわけ。本当にね、最近なんかな、ちょこちょこしょうもない負け方すんだよな。やっぱね、そう、ストレート系がね、詰まってアウトになったりとか、あと微妙にちょっとカーソルずれたりして、もうこれやったな。カーソルいつだと治るんですかね。うん。はい、というわけで気を取り直して頑張っていきましょう。大谷対決ね。いや、もうさっきはな、普通に、なんか微妙に、信じて、あ、詰まってる。あ、ちょっと待って待って、マジマジマジやばい、マジマジ。あー、もう、イラつくなぁ。あー、ぶね。いや、もうこれで生きてます。うん。これをね、もう連発すれば打率上がるんで。いや、けどやっぱり今のもね、ちょっとらしくない詰まり方っすよね。やっぱこの変化球をね、うまく仕留めていかなきゃね、今のランク戦の環境じゃね、打てないかな。速い球はどうしてもね、あー、詰まるわ。あー、もうダメだこれ。はい、というわけで気を取り直しやっていきます。もうミート打ち使おうかな。まあ、やっぱり詰まってるんでね、さっきからもうね、詰まってもヒットに狙いやすいミート打ちで打率稼いでいくわ。いいよ、し、オッケーオッケーオッケー。もうこれが今の環境なのかな。うん。まあ、やっぱりね、そのね、インコース詰まってもね、ヒットになるミート打ちっていうのはやっぱ使えた方がいいかな、特に今の環境は。
あ、待って忘れた。あ、待って喋れないんだから。あ、もう最悪マジ。ジャイロスプリット忘れた普通にもう。ちょ、やばいマジこれ。タイトル詐欺みたいな。タイトル詐欺ではないけど。よいしょ。うわー、射程。まあ、とりあえず今度はしっかり勝っていくと。ゲッツー2回打ったけどね。次の試合やっていきましょう。はい、というわけで3試合目やっていきましょう。相手の名前がなんだこれ？くだらないなぁ。いやけどさっきからね、そう、全くもって全然打ててないんですが、え、けどこれもね、勝負ね、まあ、平常運転なんだよね、今の環境だとね。うん、まあ、とりあえずやっていきましょうか。はい、というわけで今度こそしっかり打っていきましょう。これあれか。脱三振症じゃないやつかな。あ、まあ、詰まってる。落ちる落ちる落ちる。あぶねえ。え、けどもうこのヒット量産しまくってんだよな、マジで。このちょっと詰まってるセンター前ヒット。これもうどうにかしねえとな。こりゃ甘いんじゃないか。よーし、オッケーオッケー。よーし、やっと調子出てきたぞ。よしよし、まじここでね、一気に仕留めていきたい。こういったね、流れが来た時に一気に打率上げるのが、コツなんでね。もう外野前進ってもう。おーっしゃ、来ました。落合ひろみつ来た。あー、ファールか。今のツーシームバリ狙ったんだけどな。今日もう一回ツーシーム狙っていこうか。よし、OK、見逃していく。もう低めはね、割とね、うまく作るようになってきたんだけど。あ、やべ。あー、もうマジ、これだっか。これをもう狙っていこうか、もはや。うん。今日ね、マジな、なんかおかしいよな。あ、ボールだ。あー、もうやってる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 。うっ。おい、ちょ、びっくりした。で、今のもね、ちょ、ツーシーム狙いすぎて選球眼悪くなってるね。落ちる。あー、もうこれ、生きがいです。おー、打率上がるよ、打率上がるよ。でもマジ、ほんとね、この変なヒットばっかでね、打率稼いでるような状態なんでね。まあ、そろそろここツーシーム狙っていこうか。低めのツーシーム。ボールかな、ノーツー。ストレート。よーし、オッケー、オッケー。まあ、今のはしっかり狙ってたかな。やっぱりね、狙ってなきゃね、まっすぐ系なかなか打てないですね。あと、ま、さっきみたいにね、ボール振っちゃったりもするんで、まあ、そこはね、本当にね、今の環境はね、狙いを絞って意外に、いかに打てるか、その辺重要だと思いますね。あー、もう最悪。ファール、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 ファール。あ、オッケー、ナイス。いや、今のもスプリットな、ストレート。ツーシーム狙いすぎてね、タイミング出したところを修正していくと。よしよし、これ。これをこれ。うん、これが、うん、タイトル通り。打率9位じゃないでしょうか。あともう一試合いこうか。はい、というわけで4試合目やっていきましょう。うん、さっきからね、もう無限に高校しか来ないっすね。これはもうコナミさんのちょっと罠でしょうか。ああ、相手の1番は渡来さんじゃん。いや、渡来さんね、まあ渡来さん、渡来くん、どっちなんだろうね。まあ今日僕よりは年下ではないかなと思うので、渡来さんかな。うん。能力どうなるんですかね。まあ、正直ね、まだ最初のね、試合始まったばっかりで、うん、まあ、まだね、高い成績を残しているっていうのがないので、うん。まあ、能力どうなるかわかんないですけど、いずれはなんかラインドライブみたいになるのかね、わかんないけど。よ、ツーアウト。おぉ、バースこれマジ守備シーンのバースな、これな。本当にこれね、適正 D だったら取れねえから、多分。はい、というわけでやっていきましょう。これ、外小馬さんですね。外小馬さんはね、結構ね、打率稼ぎとしてね、いいピッチャーなんでね、うん、ここでしっかりコールドを決めてね、打率を戻していきたい。まあ、やっぱりね、今のランク戦ね、ストレート関係がね、ストレート系か、が結構強いんでね、こういうね、変化球で押していくピッチャーはね、結構自分的にはありがたいですね。うん。あとね、ストレートもそんな速くないしな。よし、OK、見逃していく。これ、盗塁決まるんじゃん。グレート。よーし、盗塁も決めていくと。いやー、今日普通に今の打てる球だったな。まっすぐ。よーし、やっぱね、まっすぐもね、外駒さんクラスだとそんなに速いわけじゃないんで、そこら辺だとね、張ってなくても割と打てるかな。まあ、ただ問題はさっきのね、まあ、2試合前くらいの大谷さんみたいに、まあ、バリ速いピッチャー来た時に、お前、もう何してんの？まあ、そういうね、バリ速いピッチャー来た時に、対応できるかっていうのはね、今回のね、今の環境の鍵かな。で、今のもあれか、戦術的なデッドボールかな。守りやすくするってこと。ああ、じゃあこれはね、もう打点にしていくと。はいはい、オッケーオッケー。いや、いいよいいよいいよ。これノーアウトコールドも見えてきてる。ああ、もうこれ絶望させてるやん。あ、これが打率9位か。
はい、というわけで、まあ、試合が終わった結果打率8位になりました。いやけどね、まあ、見てもらった通りね、まあ、正直打撃そんなんでしょ多分そんなにめちゃくちゃ打ってるわけじゃないのに打率8位ってことは、まあ、多分やっぱりね感染治ってないんじゃないかなと思いますね。コナミさん、一日も早く前の環境に戻してください。お願いします。